お久しぶりです。PJJ の宮本です。山田です。はい、山田プロデューサーです。山 P です。今日もですね、リアクション動画を見ていこうかなと思います。今日はですね、椎名林檎さんと、そして宇多田ヒカルさんが、コラボしたやつをですね、今日は見ていこうかなと思ってます。何を隠そうですね、私、宇多田ヒカルの大ファンでございます。ね。僕は椎名林檎さんが大好き。あ、そうなんや。じゃあまあ、ここもね、まあ、バンドで普段、コラボしてるんでね、ぜひ PJJ も聴いていただきたいんですけど、今日はね、リアクション動画ということで、早速見ていきましょう。おぉ。おぉ、ザクザクなグルーヴですね。ちょっとヒップホップっぽいかな今ね。おぉ、いい、めちゃくちゃいい。いや、めちゃくちゃいいですね。この生音をざっくりコンピューターで切ってグルーヴを作るっていうのは結構今流行ってて、まさにそういうグルーヴ、踊れるしメロディも立つような。なこのハモリがいいよね、二人の。モノクロの映像なんかちょっと新しいな。ちょっと不思議な黒が宇多田ヒカルで白が椎名林檎さん。このモノクロやからものすごいメロディーがサッと入ってくるね。あの映像よりも音楽が入ってくる感じがすごい。うわ、近い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 よ。おおい、何やっけ。すごい迷ってる。あ、すごい椎名林檎さんのメロディーね、来たね、好きなやつ。リンゴ節の入ってるね。てててててっていうコーナーね、うん。あそこだけコードもちょっとアレンジ加わっててね。うん。うん、リンゴさんメロディー。近い近い。なんかドキッとする。あ、可愛い。うわ。これは何なんやろな、この金属の。塊たちはレゴピアノ好き、ピアノ好きやわ。ちょっとバーレスク的な世界観なの。ああ、なるほどね。うん、どうなんやろ。なんかちょっと色が見たい気もする。あの羽ついてる人とか色も見たいけど、後半楽しいですね。すごい。あの人の不思議感すごい。むしろおかしい。おー、つらっ、いい、つらっ。こんなところね、大阪にはないですよ。いやいや、多分あるよ、どっかどっかに。こんなおしゃれなところ大阪にはないです。おお、あー、若い。おお、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 あー、すごい噛み応えがあるね。複雑。うわ、複雑。すごく複雑。だから、こう、何回見てもミュージシャンでも結構ね、一回聴いただけで頭の整理が追いつかないぐらい複雑なコードとメロディー。ディズニー。すげー。
たまらんよこの落ちサビ。こう落ちるところが2人はいいよね。このグッと。おーい。おお。これやりたいな。これやりたいな。これ。この。この MV やろうかな、俺も。あ、そういうのいいですね。え、そういうの、はい。気持ちいい、開放感すごいな。あのウイスキー、いいウイスキーやってるね。美味しそう。あの、あ、しかもストレート。かなりオールドスタイルですよ。オールドスタイルのアルコールやの、完全に。でもあの、ツッ、ツッ、ツッっていう、やっぱあの、ハイハットツッツッツッって裏で入るのめっちゃ流行ってるね。うん、うん。この楽曲にもやっぱ、踊れるグループが付与されてる。最後のトロ。おお。おい。わあ。素晴らしい。すごい。うん。どう。すごい。ほとんど俺しか知らない。でも初めのあの今思えばね、この始まった瞬間の印象が、まあ、機械的で生の鍵をざっくりざっくり切ってグルーヴだねとか俺言ってたと思うけど、うん、最終的にはなんかすごいオーケストラな感じ、柔らかくなりました、うん、柔らかくなって壮大に、まあ、壮大というかね、クラシックな感じにどん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 なっていって、うん、まあ、ジャズだったりとかクラシックが入ってきて、なんかね、ほんとパズルが組み上がっていくような楽曲だね、うん、すごい噛み応えがあってもう一回見たくなるような作品ですね。白黒の映像も個人的にめちゃめちゃモノクロが大好きなんで、音色が一番見やすい色だなと思いました。